有名 YouTuber の手相5人と底辺 YouTuber の手相5人、これを占い師に誰のか言わずに見せたら手相占いの結果が YouTuber で売れてる人の方がいい結果が出るのかという検証がしていきたいなと思います、はい、成功してるしてない抜きに気持ちがやっぱ少年の心持って YouTuber なんか絶対そうじゃ、芸人さんとか絶対そうじゃないとあかんから、そういう意味では今やってる職が合ってます、今だから20半ばぐらいなんであれば成功してるんちゃうかなこの人は。ああなるほど、うん、結構いい手相なんですね。じゃあいい手相やな。これちょっと悩みそうなの。これ底辺です。底辺かこれ成功してるやろ。成功してる、うん、どこでそうなったんですか。手の真ん中のさ、運命線にこれ綺麗に2本あんねん。これはすごいことなんですか。やることは定まってるしと1本ズドン出てんねんけど、これ2本あるってことは運気倍になるから、体もこれ体の生命線こんだけ綺麗に出てんねん。これ大谷のスライダー線って俺呼んでるけど。え？まあ、待って、ここまで我慢強い部分もちゃんとある、羽の線も綺麗に出てる、芸術的センスもある。これで成功せんかったらやばい。もう成功する人の層、うん、これ大成功者の手相来ましたね、2人目。これ、うん、さあまず誰、これ。これはカナオです。お、有名人います。ほんま、はい、成功してます。登録者100万人います。どんな仕事しても成功せないおかしい。ほんであ、もう頭いいっすめっちゃ勘が鋭い。占い師当たってぐらい。でもロッキーさん当たってますよ。結集速攻言いましたもんね、うん、もう大成功者です。だから花をおめでとう。成功してるかどうかって言われたら微妙。まだしてへんのちゃう。さっきの2番目の子に比べたら成功どうのこうの言われてもまだうーんやば。ああなるほどね。で、うん、これは前さん。で、一応底辺の方です。おお、ロックスマジですごいですね。じゃあ次これですね。はい、こちら。あ、典型的なお金の、はい、これほくろよな。秘密じゃないよな、これ多分。ちょっとわかんないですね。はい、ほくろやとしたらこのお金の指、小指が財産の指、薬指がお金の指の下にほくろあるから、ある意味これいいですよ。ですごい多分仕事人間。ああ1、3よりはええけど多分まだ成功してないんちゃうかな。大成功ではないと思う。なるほど、うん、これは僕でもわかります。これはラファエルさんの手法です。マジか。そうです。でも当たってるのもあったんじゃない。仕事人間とか夢叶うとか理想的には5人目です。成功ちゃうかな。2倍3倍ぐらいになるわ感情が。お金安定させれる。だからこの線っていうのは公務員さん看護師さん絶対出てる。20前半でも風俗でごっつい稼いでるお姉ちゃんにも出てる層があって、それ意外と出てるからお金困ることはないわ。なるほど。おもろいことも言えるし、これは成功してる。はい、じゃあ皆さん、これはこれは底辺の子です。だからその底辺なんですけど、こっから成功するかもしれない。ちょっと多いんですよ、チャンネル登録者5万3000人いるんですよ。ほんで今5万3000人小焼きチャンネル当やって1段1段階段上がっていったら絶対来る。6人目がこちらです。おそらく典型的には若い時にガン行くそうなんで、はい、30前半ぐらい前に今やってるんであれば30前半ぐらいまでが成功かな。だからボクサーとかでもう20代でチャンピオンになる。ある世界チャンピオンになったボクサー占ったけれども同じの出てたわ。へえ。人の上にもこう立てるタイプやと思うし、リーダーシップ取ってできるんで20代なんであればいってると思う。どうですか。これ相馬さんです。おお、一応まあ有名一番ですけど、ただまあ相馬君何歳。29です。今年30です。あ、まあほんならまあまあまあ僕ぐらいまで手相的にはレベルはいい手相ってことですね。若い時がいい。でも若い時終わってます。波乱は多いけどな。俺成功してる思うで、30前半か30半ばぐらい、40前半、今20代なんであれば30過ぎてから40前半ぐらいで絶対来るから。ほう、絶対に来る。絶対に来る。絶対に来ます。すごい先生ですねこれ。うん、ほんで波乱は多い。乗り越えなあかんことはいっぱい、はい、今もし20代なんであればさらに苦しい。若い時は若い時でええねんけど、はい、リーダーシップも取れるし、はい、そやな、一回ドーン来るわな。ただ今何歳か知らんけれども、はい、30過ぎて絶対来るから、そこまで準備重ねといてなと。でお金もちゃんと出とうし、おもろいことも言えます。年齢にもよるけど売れてるんちゃうかな。まさ、これはマックス村井さんです。うわ、え、腹もだから本当に起きてるんですよ。完璧。で腹もめっちゃいましたよ。ああ、なるほどな。で、はい、もう一回それ全部乗り越えてもう一回来るから。村井さんおめでとう。すごいですね。あ、これも村井さんとよう似てる。この人は人と関わる仕事がすごいで、リーダーシップも取れます。成功の方に入ります。大谷のスライダー線も出てる。これは底辺 YouTuber の方です。バンバン財技師3万5000人の方ですね。まあまあまあ、まあ、でも引くと思う。はい、で次9人目ですかね。はい、こちらです。
あんなある意味成功する。あのね、こっちがまだ典型的な言いそうというか、体ラス生命線、これ日本あんね、体めっちゃ強いよ。こっちもせんね、日本あんね、めっちゃ強いよ。ほんでからね、これ頭ラス頭脳線、感情ラス感情線、こう分かれてるでしょ。これね、感情ラス感情線、感情線が2本あって、メインの感情線が頭ラス頭脳線とくっつきかけてるの。この2本がもっと1本にくっついてくれたらもっと良なるのね。こういう線ってこうくっついてくるから、何年かかけて、何年かいうのはもうこの太い線がだいぶ時間かかるけれども、10年20年のレベルやねん、30年のレベルやねんけど、これがもっとくっつきつつあるから、これをくっついた、感情線と頭脳線が一本になった線をマスカケ線っていう。マスカケ線出てんのが明石家さんまさん、松本人志さん、もうそのレベル、もうほんまのトップの天下取ってる人ね、お殿様の。それこれ、まあ、ある意味ちょっとまだなりかけますかけやから、うん、変わってくる。これがくっついてきたらええから、ある意味ええんちゃうかな。ほんで30過ぎて絶対これ成功あるし、30から30半ばぐらいにかけてかな。うわ、こっちも出てるわ、絶対ある。20後半から30半ばぐらいまでがこの子すごいわ。感情の線綺麗に2本あるから、アグレッシブにガンガン行くのがええわな。ほんでな、結婚線がめっちゃええの、これで取って。結婚線、うん、30過ぎての結婚線、ええ線出てるわ。念の力も強いし、お金の線も出ている。これ年齢にもよるけど、成功せなお菓子。ほんでここわかる、目の形になってるやろ。あー、確かに目の形な。ここにペキあんでしょ。占い師なる人はこの両方あったらええね。勘鋭い、お願いした叶う、第六感鋭い、人が嘘ついたり、男性かな、男性やったら彼女が浮気した分かる、自分の子供が嘘ついた分かる、そんなん全部分かるタイプ、すごい。大きい試練はいくつかあったと思う。ガーン、行く時は行く、落ちる時は落ちるみたいなタイプかもしれへんけれども、成功してるんちゃうかな。まさ、これが光です。ラストちょっと1枚しかないんですけど、これです。こんなの成功してんのちゃうかな、うん、けど、半ば後半ぐらいには来てると思うし、神秘十字線もある。ちょっともあれやな、 S って強いな。こっちからの線があんまり出てない。 S っ気の線、アグレッシブさの線、2本ある。これ金星体って言うんだけどな、俗に言うエロ線とも言う。この三日月みたいな線いっぱい繋がって出てる下もエロいね。でこっちからの下も S っ気強いから、夜もこれ攻める方がええわ。彼女なんて絶対 M っ気ないとダメ。一緒に仕事する人も M っ気ないとダメ。まだお金の線そんな出てないから、まだ成功してへんのかな。でもある意味来ると思うねん。今かどうかは分からんけれども、大丈夫、来ます。これがカメラマンの舞さん。似てそうな人多かった。確かに、ね、多いですね。今より出てなかったも、これから出る、悪くない。そんなにカスなやつはいい踏んで、もう3番の子ぐらい、あとラファさんが70、あと全部もう85超えてますからね。かなり点数が高いよ。